現在この国では死刑制度は必要かどうかを日々討論されています。僕たちはそれに興味を持ち、このテーマを調べました。まず死刑制度とは身体刑、つまり体を傷つけたり痛めつけたりする刑と並び、 全近代、おおむね18世紀以前、一般的な刑罰でありました。また死刑という刑罰があったわけでなく、多くの死に至る刑罰が並行して用いられていました。現在、日本では死刑について必要かどうか検討しています。しかし、世界では死刑を廃止している。その理由は様々で、宗教が関連しています。 アメリカ、日本と並んで先進国で死刑を行っている国です。州によって死刑を廃止しているところもありますが、犯罪の闇の中では3000人もの死刑囚があります。アメリカでは死刑の執行について事前に様々な情報が公開されています。 誰の処刑が行われるかなどの情報が発表されます。富の注目は集める中で処刑は行われています。日本の死刑が外部に全く秘密にされ、人握りの関係者しか知らない中でひっそりと刑が施行されているのか対照的です。以上のような観点を踏まえた上で、皆さんも死刑が必要かどうかを ぜひ考えてみたいと思います。考えてもらいたいと思います。以上。